相対性と流転性の統一。以上のようなディオティマの語り口から、プラトンは、まだ未熟で、変化と相対性との概念的区別がわかっていなかったのだ、と批判することができるかもしれないし、そう考える論者も少なくない。